痩せるためには食事にヨーグルトとバナナを。今回はイタリアの水の都ベニスよりお届けします。食事メニューにヨーグルトとバナナを取り入れることで便秘解消に効果的です。食事内容を見直すことでダイエットに役立てたいという場合はバナナとヨーグルトを食事に用いるといいでしょう。ヨーグルトは乳酸菌が入っているタイプでも、特にガゼリ菌が配合されているタイプの商品を選びます。ガゼリ菌は内臓脂肪の燃焼を促進する効果がありますので、腸の機能がより促進され、結果的にダイエットに良い影響を与えます。腸がしっかりと働かず、老廃物の排出が行われていない状態が続くと、代謝が低下して、エネルギーが燃えにくくなるなどの弊害が起きてしまいます。食べたものから栄養を吸収し、残った老廃物を体内に排出する腸の働きが問題なく行われるようにするには、バナナとヨーグルトが役立ちます。痩せる体質になるためには、バナナとヨーグルトを朝食メニューに利用することで、お通じを良くし、代謝の盛んな体質になりましょう。の食事やジャンクフード、甘いものや油物などを日々の食事だけでなく間食や夜食に食べていると太りやすくなります。インスタント食品や菓子類をよく食べる人は脂肪がたまりやすく、脂肪がセルライトになって普通のダイエットでは改善ができなくなります。野菜ジュースをお昼ご飯に摂取するなどして、痩せる食事に切り替えるようにするといいでしょう。家庭で野菜をジュースにするには、熱を通すとせっかくのビタミンや酵素が壊れてしまうため、フレッシュジュースにすることです。痩せる食事を作るには、野菜ジュースなどで緑黄色野菜を摂取しつつ、ヨーグルトとバナナでお通じを良くする食事をすることです。今回はヨーグルトとバナナのおすすめについてお話しいたしました。それではまたの機会にお会いいたしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。